マイナス10キロ痩せる酢キャベツのレシピをお伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。また詳細欄の LINE のリンクより痩せる4つのプレゼント無料で差し上げています。ぜひご登録くださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では1つ目の項目です。なぜこの酢キャベツを食べると痩せることができるのかというそのポイントについてお伝えしていきますね。今回はこの酢キャベツのアレンジレシピをあなたにお伝えします。もう簡単にちょい足しでさらにこの酢キャベツ痩せる効果アップさせることができます。ぜひご覧くださいね。まず痩せるポイント3つあります。1つ目です。腸内環境が整うからなんですね。このチャンネルは腸活チャンネルです。もうすべてこの腸内環境を整えるための方法を毎回お伝えしています。で今回の動画ももちろんそうなんですよね。あなたがもうとにかくもう健康的で綺麗に痩せてリバウンドなくですね、本来のもともとあった綺麗な姿を取り戻したいって心から願っていらっしゃるようであれば、まず何をすればよいのかというのはこの腸内環境を整えましょうということになるんですよね。そうすることであなたは根本的に痩せ体質に生まれ変わることができるからなんです。逆を言いますと腸内環境が悪いまんまどんなに努力を重ねたとしても一時的には痩せるかもしれませんが、その先には必ずリバウンドが待っていたり、病気になってしまったり、いいことゼロなんですよね。ですからこの腸内環境を整えるためには今からお伝えするこの酢キャベツがとても効果があるんです。この酢キャベツを召し上がりますとあなたの腸内環境が整う、イコール腸内細菌のその質がですね上がるんですよね。痩せ菌と呼ばれるその善玉菌をまずは増やしてあげて、餌を与えて育てて、いつまでも一緒に暮らす必要があるわけなんですよね。私たちは一人で生きているわけではなくて、実はこの腸内細菌たちともう共存して生きているからこそ、生きているわけですよ。ですからその共にですね生活する細菌たちを味方につけるかつけないかで全然あなたの人生自体が変わると言ってもいいくらい、とってもとっても大切なことなんですよ。過去の私もそうです。もうこの細菌たちとですねもう本当に仲が悪くって、もうえらい目にあったわけですよ。もう今よりも10キロ太っていましたし、もうとにかく肌トラブルがひどかったりですね、もうすぐにその怒りっぽくなったり、もう本当にうまくいかないことが多かった。でもですね、この腸内環境を整えてこの体質を手に入れることで私は今もこのマイナス10キロをキープできているわけですよね。ですからこのチャンネルでお伝えしておりますさまざまな腸活のメニューを召し上がることでマイナス10キロをキープできることができますから、私もそうですしあなたもそうです。なのでとにかくこの腸内環境を整えましょうねということが大前提なわけです。では2つ目です。脂肪を代謝することが促進できます。簡単に言いますと脂肪を燃やす力が増えるわけですよね。ですから取り入れたカロリーをどんどん燃やしてくれると代謝が上がって痩せることができるわけです。その時にこの酢キャベツが持つ力が発揮することができるんですよね。では3番目デトックスです。いかがでしょうか。余計なものを溜め込んだまま痩せようと思ってもこれはねなかなか難しいんですよね。やはり大掃除、断捨離もそうですけれども、余計なものがなくなって広々とした空間ができたからこそいろんな良いものが入る、または映えるとかね、そこにやっぱりしっかりとその気持ちが良い空間を作ることができるわけですよね。それをなしでどんなにいいものを取ったとしてももう全然力を発揮することができないわけですよね。どんなおしゃれなものを飾ったとしてももうゴミの中に飾っていては仕方がないわけです。それと同じことが体の中でも起きるんですよね。だからまずはいいものも入れる必要がある、腸活メニューですよね。ただその前にやはり悪いものをデトックス、さよならってね、
もう来なくていいよっていうぐらい、まあ、綺麗にしてあげることが大事なわけです。その時にこのスキャベツが持つ効果で、まずはあなたが今まで溜め込んできてしまったその太る元とかデトックス、まあ、要は老廃物ですよね。そういった悪いものを一旦大掃除してあげる必要があるんです。日々の食事の中で、その時にこのスキャベツを使うと OK になりますよっていうお話になります。ではここで2つ目の項目です。何を食べればよいのかということで、今回はベースはスキャベツになります。でこのスキャベツの動画はまたさらに詳しくですね、痩せる効果であったりそういった作り方実演を入れた動画を別動画でアップしております。スキャベツの作り方ということで私ご準備しておりますから、この動画が見終わった後お知りになりたい方はそちらをご覧くださいね。今回はざっとね流してお伝えしていきたいと思います。まず材料のメインのキャベツの痩せ効果がすごいんですよね。もうこれは腸内環境を整えることにも直結する食材になります。なぜかというと、その痩せ菌たちの餌ってあるんですよね。何だと思いますか、餌って。これは食物繊維になります。ですからこの食物繊維がしっかり取れていない方っていうのは痩せることができないですよね。なぜかというと痩せ菌たちが育たないからなんですよ。そこで食物繊維っていうのは1種類ではなくて2種類あるんですよね。水溶性、水に溶けやすい食物繊維と不溶性といって、こうもさもさした繊維質のタイプ、これを同時にやはり適量取ってあげることが一番ベストになるわけです。そこでこのキャベツです。なんと同時にこの食物繊維が取れてしまうんですよね。ですから一石二鳥ですよね。手間がかからない、あれもこれも食べなくたってキャベツを取っていれば OK なわけです。そして低脂肪ですよね。もう脂肪がとにかく低いですし、あと抗酸化作用がありますから、私たち女性にとって嬉しい、まあ、アンチエイジング、まあ、若返りということで効果がアップしますから、このキャベツを取るとこんなにもいいことがあるんですよ。そして材料2つ目です。リンゴ酢を使います。お酢、まあ、ビネガーですよね。いろんな種類がありますが、私はこのリンゴ酢をおすすめしています。なぜかというとフルーティーで美味しくって、そんなにこう酸味がうーっとかね、こう胸が焼けるような、あの強い、まあ、その酸味がまろやかなタイプがリンゴ酢になります。でリンゴ酢選ぶポイントなんですけれども、こちら注意していただきたいのがこちらです。あの純リンゴ酢をね選んでいただきたいんですね。リンゴ酢といってもこうスーパーに行かれて酢のそのコーナーに行かれたら、まあいっぱい種類があるんですよ。もうなんでこんなにいっぱいあるのっていうぐらいね、一体 どれを選んだらいいんだろうってね迷われると思うんです。でそこで注意しないといけないのが、裏の原材料名を必ずチェックしていただきたいんですよね。いろんな添加物や余計なものが入っています。例えばストレートで飲めちゃいますとかね、そういった加工をされているタイプもありますし、いろんなものがブレンドされていて、その純粋なリンゴ酢ではないお酢がほとんどなんです。ではどうやって選べばよいのかっていうそのポイントなんですけれども、リンゴ果汁、できれば国産で、もちろん有機栽培であったら最高ですよね。もう本物、そういったリンゴ酢を選んでいただくと、どこのブランドでも OK です。で私はちょうどあの購入したくて行ったスーパーさんがもうこちらしかなかったんですよね。三つ川さんの純リンゴ酢で国産リンゴ果汁 100% 使用したものです。こちらでしたらまあ OK ですし、同じ三つ川じゃなくても原材料が先ほどお伝えしたものであれば OK になります。そしてこのリンゴ酢のね痩せ効果がすっごいんですよ。見ていきましょう。酢酸という働きがあります。この酢酸のおかげであなたの腸がですね元気に動き出すわけですよね。もうとにかく腸が元気であればあなたは元気になれる。いろんな体の不調も本当に良くなりますし、なんといってもその痩せ効果が高いというのがお酢です。リンゴ酢です。でその腸の動きが良くなることで痩せ体質になることができます。そして血糖値の急上昇をこのリンゴ酢が抑えてくれるんですよね。でなんとまあこの抑えてくれることでどんないい効果があるのかというのは、あなたの体内で脂肪を溜め込むのをギュッとね抑えてくれるんですよ。すごいですよね。酢を取るだけであなたの脂肪を溜め込む率が減るわけです。これは絶対味方につけた方がいいですよね。次です。カリウムが豊富です。これは
まあ、デトックスですね、むくみです。水分代謝がうまくいかないっていう方、要は下半身がむくむ、もうしまいにはお顔までむくむっていうね、まあ、順番は下半身、足がむくみ、お腹周りがむくみ、顔がむくむっていうのはもう本当最高のですね、まあ、むくみ方になってしまうんですけども、順番としてはいずれにしてもあなたの腸が弱っていたり負担をかけていたりですね、汚れていたり、そうすると水分代謝を司っている臓器がね、これまた腸なんですよね。もう腸っていろんな働きをですね、もう一気にこう担ってくれている臓器になるんですよね。そうするとやはり腸が悪いと水分代謝がうまくいかない、むくむで見た目が太って見えるっていうことに、ね、なってしまうんですよね。で結局水分代謝がうまくいってないと水分を溜め込んでるわけですから、結局体重も増えますよね。なので体重の質ってあります。もちろんその比率が脂肪が多いのか水分が多いのか、まあ、はたまた便が溜まりすぎているのかっていう、このこうバランスで全然体重の質って変わってくるんですけれども、やっぱり脂肪を燃やすっていうよりは水分をしっかり代謝を良くして減らす、お通じを良くして便の量を減らす方が体重を減らすって早いわけですよ。だって脂肪を燃やすってすっごく大変なんですよ。ご存知でしょうか。たったの1キロ脂肪を燃やすってフルマラソン2回ぐらい走らないと減らないんですよ。それぐらいの運動量を毎月毎月しないと1キロって落ちないんですよね。いかがですか。私そんなの平気です、先生2回フルマラソン走れますってね言う方は別ですけれども、一般の方ですよ、私もそうですけど、そんなフルマラソンを1ヶ月に2回もですよ、走れますかっていうことなんですよ。それをしてようやく1ヶ月に1キロですよ。そんなこと普通できないですよね。で特に女性は筋肉がつきにくいんですよ。でしたらどうすればよいのか、腸内環境良くした方が早いわけですよ。そのことで水分や便をさっさとですね、もう見切りをつけていただいて、さよならってもう来なくていいよっていう体質にした方が早いわけです。もちろん運動だって大事ですよ。筋肉がつけばそれだけで代謝が良くなって脂肪を燃やすわけですから、それももちろん OK 必要ですけれども、前提がやっぱり腸内環境良ければ、水分代謝が良くなる、お通じも良くなる、結果 2,3 キロ減るわけです。そこからまずは取り組んだらいかがですかっていうお話を、私は声を大にしてあなたにお伝えしたいと思います。ではリンゴ酢の続き、まだまだあります。こちら、あなたの内臓脂肪をどんどん燃やしてくれます。もうね、燃やしてくださいですよね、お願いしますですよ。なのでリンゴ酢は毎日適量取った方が良いです。そしてその結果基礎代謝が上がって脂肪がつきにくくなる、そしてまた燃えやすくなるわけですから、これはねぜひ味方につけていきましょう。そしてお酢を取ることで、なんとあなたの満腹感を得ることができる、結果食べ過ぎ防止になるということがメリットとしてあります。これも大事ですよね。もう食べた先からもすぐお腹が空いていると、もう満足感も得られない、ストレスでまた食べちゃった、あまた太ったの繰り返しってないですか。なんでこんなに満足しないんだろうっていうのはいろんな原因あります。ただしそれを抑えてくれるお酢を取ることでいかがでしょうか。あなたの暴走している食欲を少しでも抑えてあげることができたら、こんなに嬉しいことはないですよね。では最後の材料の痩せ効果についてです。塩を使います。でこの塩といってもいろいろあるので注意なんですけれども、精製される前のビタミン、ミネラルが豊富に残ったまんまの天然の塩を使ってくださいね。そうすればとってもお体に良いことが起こります。逆に精製された安い、まあ、1キロあたり100円前後のようなあいたお塩を取ってしまうと腎臓に負担をかけたり、逆にお体に害が出たりしますから、必ず良いお塩を少量使ってください。ということで、まあ、ビタミン、ミネラルが豊富であること、そして良いお塩というのはあなたの体温を 36.5 度、まあ、要は脂肪を燃やすくするような体質、体温に保つ効果があるんですよ。もうこれすごく大事ですよね。で私たちの体液の塩分濃度というのは海水とほぼ同じと呼ばれるくらい、結構ね濃いんですよ。
いかがですか？海水ってちょっと舐めたことあります？お口に入ってしまったとか、まあ、誰しもねあると思うんですけども、しょっぱいですよね、まあ、それぐらい私たちの体液も結構しょっぱいわけです。逆にあまりにもその塩分を抑えてしまわれると、ビタミン、ミネラル、マグネシウムですよね、ああいったものがなくなってしまったり薄まってしまうと逆にきつくなったりですね、今から暑い季節になりますけれども熱中症になってしまったり逆にするんですよ。なのでお塩ってとっても大事です。ですからこのスキャベツを摂ることでお塩も摂っていただきたいなって思います。そして新陳代謝が上がりますね。これもお塩の持つ効果になります。ただしいくら良いお塩といってもね、摂りすぎてしまってはやはり内臓に負担かけますし、まあ、何でもそうですよね、まあ、中庸ほどほどが大事なわけです。なので1日に5〜10g までお塩を摂られると良いですよ。そしてまあベースのスキャベツの作り方、まあ、材料なんですけれどもざっとお話ししますね。キャベツ1/4、純リンゴ酢 100ml、 天然のお塩小さじ1/2だけです。簡単でしょう。もう私簡単レシピ大好きなんですね。なぜかというと続けることができるから、そして美味しいっていうのもポイントですよね。そして簡単なんです。このキャベツを千切りされて、お塩で少し揉んでリンゴ酢入れてもう混ぜて煮沸、まあ、熱湯消毒したらできればガラス瓶に詰めて冷蔵庫でもだいたい1週間、まあ、長くて2週間ぐらいいけますが、もうそんなにね2週間も放っておかなくても美味しくて食べてしまうと思うので、あまりね長く保存しすぎても、まあ、傷みやすい時もありますから気をつけてくださいということですね。ではいよいよここから3つ目の項目です。どのようにそのこんなにも痩せる効果があるスキャベツをさらに痩せる効果をアップさせることができるのかっていう、その今回はアレンジレシピお伝えしていきますね。ランキング形式でお伝えしていきます。ではまず第3位はこちらです。エゴマ油になります。私はこちら自宅から持ってまいりました、まあ、有機栽培のね JAS ジャスマークがついておりますエゴマ油になります。でこのエゴマ油はオメガ3系といって、やはり体内で作ることができないオイルなので、必ずこう外からね取りましょうっていう大切なオイルになります。でこのオイルを取ることでどんな痩せ効果があるのかといいますと、こちら、あなたの中性脂肪を抑えてくれます。でまた、まあ、別でシソ油といって、ちょっとシソの香りがね結構強い、まあ、ブランドのオイルも今までね試してあったんですけども、こちらはそんなにね気になりません。嗅覚がいい方はねすぐお分かりになるかもしれませんけども、そんなにねこうシソでうーっとかそんな匂いはないです。シソが苦手な方もそんなにね気にされなくても良いと思います。でこちらは加熱負荷です。今回アレンジレシピで使うものは加熱負荷になりますから気をつけてくださいね。でこちら毎日もう小さじ1杯程度取っていかれると、あなたの腸内環境を整えることがさらにできるオイルになります。ですから私はですねどうしてるかと言いますと、毎朝このスキャベツをですね食べています。朝食に食べるんですよね。すごくやっぱり朝をすれるとこう疲れもねスカッと取れると言いますか、こうなんていうかこうさっぱりするんですよね、酢の物食べると。でこのスキャベツも私別の動画でいろんなアレンジレシピをお伝えしてるんですが、今回はもう忙しい朝にもうちょい足しですぐねアレンジができるものを選んでいます。なのでこのエゴマ油をティースプーン、まあ、小さじ1杯程度その出来上がったこのスキャベツにですねタタッとかけて食べるだけで、もう特に味が変わることもありませんし、そのベタベタするとか、うわなんかオイリッシュでこうなんかおえとかね、そんなんじゃそんなにかけたらねダメですよ。もうほんとちょろっとねもうポタポタぐらいでいいんですよ。もうこちらも簡単にすごくね中にこう袋が入っていてこうポタポタって一気に出ないように工夫されているんですけども、もうポトポトポトぐらいに私もかけていただいています。なのであなたもこのエゴマ油をですね使っていただきますと、もともとこのスキャベツのですねこのビネガーですよね、リンゴ酢のスキャベツにこのオイルをかけると、さらにこういった痩せ効果をアップさせることができるんですよ。では第2位はこちらです。はい、
アマニ油になります。こちらもオメガ3系、先ほど の, あのこちらエゴマ油と、まあ、同じ、ね、種類になるんですけれど も, もうとにかくお外から体外から取ってあげる必要があるオイル系のものになります。でアマニ油はあなた の, その腸の炎症をですね沈める効果があることで、善玉菌、まあ、要は痩せ菌ですよね、痩せ菌をその増やしてあげる環境に作り変えることができる、まあ、魔法のオイルとでも言いましょうか、こちらですねおすすめになるんですよね。でこちらも同じです。もうとにかくその加熱をしない、そのままこのスキャベツにもうポタポタっとかけるだけで OK になりますから、たまにねやっぱりそのエゴマ油もいいんですけども、まあ、ローテーションでこういった甘煮を使われてもベストになるんですよ。では第1位はこちらです、MCT オイルになります。こちらはですねダイエット向きなんですよね、一番、まあ、一番と言いますか、どのオイルもねおすすめなんですけれども、なぜダイエット向きかというと、その糖質のですね代わりに置き換えることができるんですよね。なので例えばあなたがその朝食を召し上がるときにですね、ダイエット中ででもやっぱり健康で痩せたい、でも1日今から頑張るのに糖質完全カットだと、その1日のねエネルギーがこう足りるかなとかご心配されてる方は、この MCT オイルをこのスキャベツにかけられると、そのご飯をですね、まあ、例えばオートミールとか玄米とかね、そういった糖質、まあ、炭水化物ですよねをカットされても、こちらがですね糖質 の, その置き換えになるオイルなので、次のお食事までいいんですよ。なのでこちら MCT オイルをスキャベツにかけられると、その糖質をですねもともと減らして脂肪燃焼効果があるプラス、その消化その体脂肪になりにくいオイルになるんですよね。しかも消化吸収がとっても早いので、その熱量としてすぐに使えるオイルになる、まあ、イコールその炭水化物の置き換えとしてこのオイルを使うことができる、要はお米の代わり、パンの代わりですよね、麺の代わりになりますから、まずはそういったそのよく、うん、そうですね、まあ、ハードなお仕事されててちょっとエネルギーがいるなっていう方は、でもちょっと糖質カットで頑張ってみたいかなっていうダイエット法を望んでる方にとっては、やはりダイエット目的となるとこの MCT オイルを朝このスキャベツにかけて召し上がられますと丸になります。糖質オフのですねダイエットにも取り組むことができますから、時々ですね、まあ、毎日は難しいなという方も週に1回2回3回とか、まあ、1日2日おきとか、あなたのペースで工夫されるととってもいいと思うんですよ。さあいかがだったでしょうか。今回はスキャベツ、まあ、痩せる効果が大のこのレシピに加えて、プラスさらにちょい足しで簡単オイルレシピをあなたが取り組むことで、あなたがですね根本的に痩せ体質になれて、綺麗に本来の姿を取り戻していただきたいなと思いまして、この動画をご準備いたしました。ぜひ取り組んでみてくださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。